から2点目は集団的自衛権の問題であります。8月の18日終戦の日に私は外交、これは池袋でありますが、池袋に行きまして、今若い人たちが、たくさんいる場所でありましたけれども、そこで、改めて民主党は平和をしっかり守っていくという、それから集団的自衛権につきましては、これは容認できないというのぼりまた掲げて、民主党の考え方をアピールをしました。まあ、一部のマスコミからは、この集団的自衛権は容認できないというのぼりについて、民主党の考え方と違うんじゃないかというような指摘もありましたけれども、そんなことはありません。この集団的自衛権は容認できないというとの考え方、伝統的な考え方である、私はそう認識をしています。そして、この上り方、この他に、閣議決定を撤回すべしという上り方もありますけれど、全国からおよそ800本の注文が来ておりますので、この注文、まだ全部配りきれていませんけれども、各都道府県連に配って、そして、この上り方の下で、統一のキャンペーンをしたいというふうに思っています。それぞれの都道府県連でのキャンペーンというのは、すでに幹事長から、それに指示を出していますが、改めて党本部の3台の、外線車がございますので、この3台の車を利用して、そしてそこに本部の電子も派遣をしまして、日本全国で、自衛権の問題について民主党の考え方を訴えていきたい、こう考えています。それからもう一つは、9月の16日17日になりますけれど、久しぶりに衆参の両院議員を集めまして、研修会を行いたいと思っております。場所は岩手県の盛岡であります。被災地、東日本大震災の被災地であるということもありまして、研修会の後に被災地の視察なども予定をしておりますが、この研修会では安全保障の問題、社会保障の問題、それから行財政改革の問題、こうした問題について全議員参加による勉強会、これも開きたいというふうに思っております。いずれにしましても、私ども民主党はこの夏、夏休みを返上をして、そして来たるべき秋の国会に向けて万全の体制を取っていくということでありますので、これからの残された日に、そうした活動に、立てていきたいというふうに思います。私からの冒頭の発言は以上です。